年の中央競馬の総決算第41回有馬記念、14頭が本馬場に姿を見せようとしております。一頭ずつご紹介してまいりましょう。前走3年11ヶ月ぶりの勝利で高走本能に火がつきました。 LA ウィン、思い切った先行策であっと言わせたい加熱クロスです。2年連続のグランプリ制覇と年度代表馬の座を目指します。ファン投票堂々1位の綾野トップガン、伝統で強敵のいるこの大一番に臨みます。マイメルブリッジ G1 レースはこれが最後となります。坂井勝太郎調教師が 100% の自信を持って仕上げてきました。サクラローレルです。距離の壁よりも折り合いがポイントとなりそうです。ジェニュイン、三冠レースで惜敗し、今日こそビッグタイトルを勝ち取りたいロイヤルタッチ、シアマゾンとともに中野高校級者は二頭出し、ダート馬とは言わせない北斗ベガ、ジャパンカップで見た瞬発力としぶとさが身上の根性娘ファビュラスラフイン、優勝4連勝を踏み勝率8割は決して侮れません。マーベラスサンデー、この秋5戦4勝驚異の上がり馬アルカダイシス、状態の良さは文句なし、瞬発力が武器です。ハイキフォーチュン、ジャパンカップの疲れが取れていれば必ず見せ場を作ります。一瞬の鋭い足をどこで使うのか、ダンスパートナー、そして1番地上杯の悔しさを晴らす絶好のチャンス、3年連続グランプリ出場の除血シアマゾン、以上の14頭によりまして、